このアーチの破壊は、これまで見てきた神殿の破壊の中で最も徹底的になされたものだった。この中には何があるというのだろうか。あなたは瓦礫の山を這い上り、小さな入り口から懸命に体を滑り込ませた。穴の向こうは大理石の像がいくつも祀られている場所で、それらはすべて竜の姿をしていた。この場所も破壊は免れていなかったが、外光を取り入れるステンドグラスを通して陽光が中に差していて、今も荘厳な雰囲気が保たれているように感じた。怪物の軍団がこの場所への入り口を封じ込めようとしたのは、ここが神官や巡礼者たちにとって特に重要でかつ神聖な場所であることの表れなのかもしれない。あなたは立ち止まった。床には埃や象の破片が散らばっているが、いくつかの往復する足跡があるのに気がつく。ここにまだ出入りしている者がいるというのか。果たしてその人物は今、あなたの前にいた。正面にある最も大きな竜の心臓の前に、ボロ布をまとった男がひざまずいて祈りを捧げている。瓦礫の上に小さな入り口を作ったのは、この男なのではとあなたは思った。